思ってるんですけれども、そうなんですよ。明日、おしゃべり会がありまして、なので、どうスケジュールを組んでいくかにかかっております。どうか、有識者の皆様、助けてください。って言いましても、ここの枠は45分あるので、最初はちょっとコメントを拾っていきつつ、結構いろんな方が集まってくれたら、ちょっと一緒にね、決めていけたらいいなと思います。ねえ、おしゃべり会の合間は1回ぐらいできるかなって思うんですけど、おしなぎカウントさせていただきます。ありがとうございます。夜は餃子食べたい。いいな、餃子食べてないな。餃子食べたいな。そうなんです。皆さん、今日は金曜日。ナイスショット NGT48 ゴルフ部という UX さんでさせていただいているゴルフシーズン秋ですね。今回はどこへ行くのか、どこでレッスンをしていただくのか、高松啓太プロに教えていただくというゴルフ番組がですね、今夜の23時10分から放送になります。なので、このちょうど枠の前ですね、ちょっと配信する直前なので、テレビ見終わったら配信に来てくれたら、もうダブル見張るでございます。はい。ぜひぜひお待ちしております。リアルタイムでもできれば見てほしいですし、録画してくれてても嬉しいし、もし見てたら、いっぱいハッシュタグでつぶやいてください。なので、今夜23時10分からナイスショット NGT48 ゴルフ部、お見逃しなく、新ウェアだよー。可愛らしいウェアを今回も選ばせていただきまして、新ウェアを着させていただいております。お楽しみに。あ、毎週予約済み、ありがとうございます。嬉しい。こんばんは。遊びに来てありがとうございます。そしてですね、今、おしゃべり会行ってみたいって言ってくださった方がいらっしゃいました。ありがとうございます。ちょうどですね、なんと、ファーストアルバム、未完成の未来、49次受付が、今日から24日14時までしております。この11月、12月のオンラインおしゃべり会が、ローンおしゃべり会があるんですけども、こちらが10月21日からこう26日まで、こう49次受付、50次受付、51次受付ってあるんですけど、この受付、51次受付までで、このアルバムのこういうイベント、おしゃべり会の受付が全て終了いたします。最終受付ですので、もしよかったらおしゃべりしたいなと思ったら、遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そう、本当の本当の最終なんです。でも12月まで、ね、お会いできるっていうことなので、嬉しいなと思いつつも、最終受付なので、皆様お忘れないようよろしくお願いします。すーごい、待って待って。すーごい斜めじゃん、また。ちょっと頑張ってね。なんか。こっち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 か。よいしょ。まあ、いっか。よろしくお願いします。そう、写メ会は、つい先日のツーショット会で終了でございまして、あとはローンがおしゃべり会になっております。よろしくお願いします。お待ちしております。ということで、そろそろ、配信スケジュールを決めていきたいなと思います。じゃん。後ろから決めていった方が早いですかね。
受験ですが、一期生として投げさせてもらいました。応援してます。ありがとうございます。応援してくれて。明日、後ろから決めてった方がいいですか？ね。後ろから決めていこうかな。24時を最後として決めてった方が早いかな。配信できない時間帯は、14時、なんか、私は3部から明日最後の部までなんですけど、3部とか4部とか、3、4、5の間が、休憩が本当に、どうなるかわからないんですよ。その日によって、休憩が、最大限も十数分なんですけど、あったり、伸びたらもっと少なかったり、なかったり、みたいなことになるんですね。その部によって、その日によって。だから、この合間は当てにならないんじゃないかなって思ってて。なので、できないのは14時から17時半まではできないです。あと、18時15分から20時半まではできないですね。そうなんですよ。こんばんは。でも、5部6部の間が、30。45分ぐらいあるんですよ、隙間が。なので5分6分の合間はちょっと長い休憩なのでできるんではないかなと思ってはいるんですけれども。午前中は13時まで配信できる。うん。かな？でも、そうだね。多分。午前中は多分13時、最大13時までぐらいかなって思います。必ずできるのが多分、午前中だと13時まで。午後ってか夜だと、まあ、21時台から24時までは確実にできるかな。で、合間で言うと5分6分の間のこの45分間をそのままきっちり使えたらできるかなって感じですね。こんばんは。なのね、どうしようかな。20、初日の、配信時間があったじゃないですか。私はいくらでも急げば準備できるから頑張るけど、初日の21時何分からの方が安全な気もする。21時ぐらいいけるのかな？ 21 時台ならいけるかなって感じなんですよね。そう、明日の配信のね、どうしたらいいかなっていうのを、ちょっと紙に書きますね。
21時台かな。どうしよう。なんかキャッチしちゃった。どうしよう、どうしよう。こんなことある。どうしよう。あ、よいしょ。おー、びっくりした。ごめんね、もうちょっと頑張ってもらってもいい？私、よいしょよいしょ、頼んだよー。うわあ、ダメだ、粘着力がなくなっちゃった。おお、びっくりした。なんか頭に落ちてきたと思ったら、びっくりした。ちょっと待って、剥がせてください。45分あるから大丈夫だよね。よっ。はじめまして、NGT48 のなるみはるです。なんかめっちゃいろいろ曲がってません？こんな曲がることある？きっと。めっちゃ曲がってるな。あれ？やだ、こういうの気になる。気になるけど、晴れてたらいいか。なんか全部斜めだね。仕方ないか。こんな感じです。朝は最大13時まで、でも気持ちもうちょっと5分か10分ぐらい早く切れたら嬉しいな。最大でも13時かな。で、次がおしゃべり会の合間のまあ17時40分ぐらいから18時5分ぐらいまでかな。でも最大35分から10分最大でいけるかもなっていう感じで、まあおしゃべり会が終わってから21時から頑張ったらいけるかも。でも余裕持ってちゃんと大丈夫かなって思うのは21時10分ぐらいから24時までぐらいかなっていう感じだね。ここはまあ3、40分かなっていう感じですね。で、ここはまあ、まあ最大、この大きい文字が最大ですね。うぃ、びっくりした。もう、怖い。この、なんていうの？ちっちゃい文字がこのぐらいだったら嬉しいなっていう時間です。やっぱさ、乾燥してるんだよね。わかるわかる。わかるよ、みんなの気持ち。わかるよ、ごめんね。乾燥してるよね。知ってる。ごめんごめんごめん。そうだよね。乾燥してるよね。それは思うんだ。しかも何時間もさ、貼り付けられてたり、かけられてたら、そりゃ落ちたくなるよね。剥がれたくなるし。ごめんごめん。頑張ってるよ、毎日。ありがとう。頑張ってね、もうちょっと。めちゃくちゃいい役目果たしてるよ、みんな。みんな本当にいい役目果たしてるよ。ありがとう。ありがとうね。だからもうちょっと頑張ってね。はい、はじめまして。違います。私が、
裏を頑張って、この紐を頑張ってね、ガムテープでくっつけてるんですけど、くっつけ方がどうやっても甘くて、定期的に落ちてきます。あと、ただペッと貼ってるだけなので、すぐ落ちてきちゃうので、すいません。申し訳ないです。そう、だからちょっと頑張ってもらって。はい、朝になると大体落ちてます。どういうスケジュール組むのがいいかな。あばば、あばばばば、あばばば、あばば。この21時台から24時まで。あ、でもこの間は。おお、曲がるね。夜遅い時に45分枠を入れた方がいいじゃないですか。となるとですよ。となると、12時から12時半。なるほどね。12時から12時半もありですね。12時半。残り2枠で90分使うとして。そう、3周できるところが2回欲しいんですよね。4番目の枠を一番後ろにずらす。これ？まず後ろから、おっと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 、わーい！ ミラーボールだ。 真剣に考えてて対応できなかった、ごめんね。やっぱ最後は、ラストはこの時間でいいかな。ちょっと軽く書いていきますね。ラストが、23時15分から24時。24時で、ああ、氷を。ティッシュどこに今置いた、私。ティッシュー。あれ？いなくなった。あれ？あれ？ね？今目の前にいなかった。まあ、いっか。書こう。ラストは、これと一緒にでいいかな。おっと、頑張って。おっと、頑張って、頑張って。ね、ずっと貼り付けてるからね。ごめんね。ラストは、そう、みんなでタイムテーブル。そう、やってるの。みんなと相談しながら。ラストが、ラストが、まあ、今日と昨日と同じ23時15分から24時で45分。今、後ろからちょっと考えてるんだけど、午前中に45分作る？どう？12時から12時45分とかどうですか？どう？ 45 分2回作れたら嬉しいじゃない。初見です。NCT48 のなるみはるです。12時から12時45分っていかがですか？ちょっと、今日よりちょっと早いぐらいかな。
12時から12時45分を作ったとして、それか、12時から13時、休憩中配信、21時15分から22時、23時から24時。で、いける？ 30 分の方がいいかな。そうなんさ。平日とね、お休みじゃ変わるからね。1時間配信ってどうなんですかね。12時から1時。12時15、30分の方がいいかな。30分、45分じゃなくて30分の方がいいかな。時間がもったいない。もったいない。ごめんなさい。お疲れ様です。ありがとう。12時から12時半？ 9 時頃も頑張ったらできるけど。9時がいい？みんな。30分と45分組み合わせようかなって思って。が、9時台と12時台を作ればいいのか。30分ぐらいずつ。どうでしょうか。じゃあ午前中と12時台で1時間使えば大丈夫か。午前中は30分。ああ、なるほどね。じゃあさ、9時半から10時でもいいですか？9時半から10時はいい？いいと思いますか？あり？大丈夫？じゃあ9時半から10時にするね。そうか、初めての方が何時から配信できるかだけでも変わるわけ。そうなんですよ。そうなの。時間配分って難しいんですよね。置いて書けばよかった。から10時。なんか急にペンもカスカスになるしさ、どうした？1組目が9時半から10時。どうですか？ 9 時半から10時で。で、12時半から13時。12時半から13時。12時半から、12時半、12時半だと最終できますか？そっか、12時半から13時。OK。
で30。30。で、1時間でしょ？で、1時間。1時間45分。1時間45分です。レインボースタータコさん、ありがとうございます。今1時間45分でしょ？あと15、1時間15分残ってるのか。あ、そっかそっか。ありがとう。1時間45分でしょ？で、部の合間で30分ぐらいできたらいいですよね。となると、45分あるから、15分でしょ？35分から、あ、だから3枠目が18時5分で めっちゃいけると信じて17時35分から18時5分で30分で、あと21時台からしかできないので、そうなると、あ、知ってるよ、おしゃべり会私は14時からですね。夜にあと45分枠いけるんじゃない？ちょっと私みんなのおかげでちょっと希望が見えてきて、あと1枠ここを作ればいいんだよね。結局は2345、同じぐらいの枠数になるんかな。で、21時15分から22時。おお、みんな天才じゃない？ありがとう。これでいけたらな、頑張ります。私もで、3時間だ。どうですか？20時15分から21時は絶対的に難しいです。ごめんなさい。何もなきゃね、できるんですけど。どうですか？万が一何かあったら、多分ツイッターが一番早いと思うので、ツイッターで送ります。あれ？ 2時になってる、怖い。22時ね。どうですか？じいじいじい、ありがとうございます。ありがとう、教えてくれて。2時って、2時って。大丈夫、休める時間なくていい。
ありがとう、情報。私は、細かく入れる方が、あれなのかな？ポイントがどうとか。でも、これでいこうかな。一番安全な気がする。隙間の本当に合間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 でやってもいいんですけど、その隙間がねえ、どうなるかがわからないから、これでいこうかなって一番安全、まだ安全かもしれない この時間帯が。そう。だから、これでいこうかなって思います。安全策でいきたいと思います。ということで、明日はこの5枠でいきたいと思います。よろしくお願いします。みんなのおかげで、なんとか決まりましたかね。ありがとう。参集とコメント完了しました。承知いたしました。いや、本当にでもさ、昔よりかはさ、仕組みを理解してさ、みんなの言ってることが理解できるようになった。ありがとう。でも一人で考えるのめっちゃ難しいから、こうやっていろいろ一緒に考えてくれて嬉しいです。そういが、ありがとうございます。ありがとう、教えてくれて。みんなに頑張ってください。ありがとう。ということで、明日は朝活して深夜活までしましょうね、一緒に。もうこれはもう24時間一緒にいるようなもんですね、皆さん。明日はおしゃべり会来てくださる皆さんは特に。明日はほぼ24時間一緒にいるような感じですが、よろしくお願いします。ありがとう。うわっ！優しい、頑張ってるね、みたいな。パッカンありがとうございます。明日絶対、柿剥いて持っていこう。柿剥いて持っていこう、決めた。レインボースター、ありがとうございます。頑張りたいから頑張ります。頑張る。みんなも頑張ってって言ってくれるから。ありがとう、本当に。ということで、これを、この合間にですね、次は23時15分なので、この合間に、画像にして投稿します。よろしくお願いします。お願いします。スクショしてください。お願いします。明日ゲスト期待して、わかんないですよ。みんな忙しかったら、ねえ、出れるかわかんないですから。どうなるかわかりませんが、明日はこれでいきたいと思います。なんとか、時間内に 決めれてよかったー。やっぱ30分だと足りないからよかったー。いやー、なんかさ、いいんですよ、メンバーがね、出てるよとか、協力するよって言ってくれてるんですけど、なんか誰々に電話したらとか、誰々呼んだらみたいなのは、ちょっと、なんか、なんて言うんだろう、こう、メンバーにもさ、いいよと言ってくれるけどさ、行くよとか言ってくれるけど、イエイ！ だけど、なんだろう、無理はさせるわけじゃないですか、わざわざ。電話もそうだし、出演もそうだし。だから、それは、同じメンバーとしてさせたくないから、なんか、誰々に電話してよとか、誰々に電話したらとかは、ちょっと、受け付けがたいかもしれません。でも、明日は、配信がね、そのお仕事の合間にするので、なんか、誰かが、遊びに来てくれたりはするかもしれないですね。
でも誰々呼んでよとか、誰々連れてきてよは、ちょっと受け付けることはできません。申し訳ございません。そこは本当にそれぞれの準備もあるし、それぞれのお休みする時間なので、無理にはしたくないから、そこは、出ますとか、誰々が来るよとは言えないし、言わないです。ご了承ください。すごい、なんかもうパーティーみたいな、何すごい、なんかイエーイみたいな。テンション上げてこう。怖い、急に来るの怖い。テンション上げなきゃ、大熊さん、ありがとう。もうテンション上げてくしかない。なんかミラーボール来ると急にテンション上げるのに、本当にテンションおかしくなっちゃうから。びっくりしちゃう、ありがとうございます。だるまさんとかありがとうございます。アルトアットビオさん、クマさんありがとうございます。めちゃくちゃタコさんとクマさんがいっぱい出てきてくれてありがとう。タコさんもありがとう。タコタワー。タコタワー。あ、待って、また落ちてきた。タコタワーやん。タコさんもタワーじゃん。え、タコさんもタワーじゃん。え、タコさんもタワーだよね。え、タコさんもタワーだよね。頭抱えるかもしれない。たくさんのタワーだよたくさんもタワーだよね。え、たくさんもタワーだよね。たくさんもタワーだよね。たくさんもタワーだよね。え、たくさんタワーじゃないっけ？あれ、たくさんはタワーじゃないの？あ、タワーではない。びっくりした、焦った。私、今までたくさん投げてくれた人、呼んであげれてなかったって思った。びっくりしたー。でも本当に皆さんありがとうございます。ああ、焦った。やってしまったかと思ったよ。れ？あれ？なんか今落ちそうな音したんだけど。やめてね。あ、びっくりした、びっくりした。色が似てるからさ、反射的に。あ、間違ってしまったかと思った。ありがとうございます。本当に皆さん、それぞれの応援の仕方で応援してくださって。ということで、ランキングをそろそろお時間なので読みたいと思います。じゃん。あれ、間違った。おりゃ。13位たんけさん、12位畑中直隆さん、11位が下尾バイバイさん、10位が、ぶんちゃんさん。9位が、ワンちゃんって言ってた。ワンワンさん。8位が、S だったピオさん。7位が、イナポンあったピオさん。6位が、K あった新潟さん。5位が、妹あったピオさん。4位が、マサさん。3位が、キョウジあったミアルファイト。ありがとうございます。2位が、ピオリンあったピオさん。1位が、アキラ先生でーす。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。はい、口が回らない。ありがとうございます。ということで、このスケジュールで行きたいと思っておりますので、あ、トゥ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 、この後画像を作って投稿しますので、よろしく よろしくお願いしますって言いたいんだね。はい、よろしくお願いします。はい、すごいですね。はい、よろしくお願いします。ぐねんぐねんでございます。なんでこのぐねんぐねんなの？ 何今日、なんか字が芽生えてきてない？神たちに。共に戦ってくれてるのね、ありがとう。すごいよね。わら神様がいっぱい降りてきた。レインボースターありがとうございます。この後は23時10分からナイスショット NGT48 ゴルフ部ご覧くださーい。よろしくお願いします。もう一度言います。23時10分から UX さんのナイスショット NGT48 ゴルフ部放送でございます。金曜日ご覧ください。レインボースターありがとう。そうだ、今日流れ星見えるんだもんね。私はここで流れ星を見れたから満足です。ありがとう。ほんと口もなくなってきちゃった。困っちゃう、困っちゃう。ゴルフのがお好きな方も、ゴルフわかんないよっていう方も、ゴルフ始めたいなっていう方も、ベテランさんも、
皆さんぜひ見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。うん、頑張って、ありがとう。お、くまちゃん、ありがとうございます。刺繍からさん、またくまさんとありがとうございます。ありがとう。ありま、ありがくまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。応援してくれてありがとう。ありがとうございます。あわあわあわしは、あわ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 しちゃって、あわ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 しがちですが、皆さんもこの後23時15分からの配信でまたお会いしましょう。なんだろうね、なんか私って常にあわあわしちゃって落ち着きなさいって感じですが、明日のおしゃべり会来てくださる方もよろしくお願いします。よろしく、みんな。楽しみにしてます。あと11月と12月の本当アルバムの最終受付、これで受付終了なんですけど、オンラインロングおしゃべり会の方の受付が始まってますので、もしこう今日を機にとか配信見ていきたいなとか思ってくださったらお待ちしております。よろしくお願いいたします。あ、おやすみなさいの方もいらっしゃいますね。おやすみみんな。21時半までに星集め、22時半捨て星です。ありがとう。今日ありがとうです。皆さんよろしくお願いします。このイベントの順位はですね、このショールームさんのこのイベントのサイトがあるんですけど、そこから、昨日、とりあえず昨日の、そのまで、昨日までの合計、昨日の合計ポイントみたいなのの、こう計算されたのがドワーって出てきてて、それで順位が見れます。ぜひ見てみてください。お願いします。ということで、そろそろ終わりにしたいと思います。みんな、23時15分からです。ナイスショット NGT ホテルゴルフ、23時10分から見てね。ありがとう。お休みの方もありがとう。